次は県と仙台市が導入を目指す宿泊税についてです村井知事は来月県民向けの説明会を開き自ら出席して説明する考えを示しました県と仙台市が導入を目指す宿泊税は1泊6000円以上の宿泊に対して300円を課税するものでそれぞれ9月議会に関連の条例案を提出する方針です 村井知事は今日の会見で、9月議会の前に仙台で県民向けの説明会を開き、自ら出席して導入の目的などを説明する考えを示しました。県政の責任者として職員だけではなくて、私自ら出て説明した方がいいのではないかなと考えたということであります。県内にできるだけお泊まりいただき、そしてまあ税金の協力をいただくと。 合わせて使い道としてはこういう使い道をすることによって県経済にこういう効果がもたらしますとまた、宿泊事業者から強い反対の声が上がっていることについては、反対している人の声が全体の声ではないと強調しましまたいかにもすべての事業者が反対しているような受け止めをされていると思うんですけど、決してそうではなくて、ですねあの、まあ、あの賛成だと言わなくてもですね。 相当程度の方が理解をしてくれているというふうに私は捉えています。